せーの、アリセスティーパーティー。またやってしまった。またやってしまった。せーの、アリセスティーパーティー。アリセスの黒崎真央です。神田沙耶香です。よろしくお願いします。さて今日のアリセスティーパーティーの企画は、はい、あなたの愛用秋コスメ5つ教えてです。5つでございます。はい、私たち2人ともコスメ大好きじゃん、うん、めちゃめちゃ大好き、ね、すぐ買っちゃう。そう、もう本当にちょろいじゃない。めちゃめちゃちょろい。新作に関してとか本当にちょろいんですよ、これがまた。そうだから季節によってね、やっぱり愛用コスメも変わるだろうし、うん、はい、でもずっと愛用してるっていうものもあるだろうし、うん、だからそういうものを5つね、こう見てくれてる皆さんに、うん、はい、私たちはこれを愛用してるよっていうのを今日見せていくコーナーでございます。はい、はい、ありがとうございます。全部言ってくれてありがとうございます。はい、ございます、はい、さあどっちから。じゃあこの間マックの中身、うんうん、まおちゃんからだったから私からいくね。じゃあオッケー。はい、これ私、いやもうこれがこの時点でですよ皆さんいやいやこれね、バッグが変わらすぎて、バッグこうやって持てるバッグなの。バッグなの。そう、バッグなの。これ買ったいのよ。だからバッグ、本当にケーキボックスみたいな、すごいちゃんとしたバッグですね。そう、バッグなんですよですねとか言っておかしくなってるテンションで、かわいよ。なんか本当に お菓子とか多分ケーキのボックスとかを、うん、多分テーマにして作ってて、それにメイクを入れてるの、うん、そう、それに例えば普通の普段の仕事とかで、うん、今日使いたいなとか、うん、あの新色買ったからメイクさんに試してもらいたいなとかいうやつを入れて、うん、仕事の時はこれもバッグと一緒に持っていくっていうのをやってるわけ。そう、そう、なんで今日も驚愕。なんでそんな可愛いことするんだっていう。なんでなんで驚きなんですけど。じゃあ、何からいこうかな。見せていただきましょう。はい、ですね、じゃあね、はい、まあ、かさばるものからじゃあ、うん、アイシャドウかな。エチュードの、はい、プレイカラーアイシャドウのレザーショップ。使いやすい。使いやすいね。私も違う色持ってるんだけどめちゃめちゃ使いやすい。私はこのちょっと秋色の。あ、いいね。はい、あ、これ大丈夫、何も映んないや。鏡がね、鏡が何も映んないや。あ、でもオレンジ系、オレンジ茶色系だ。うん、そうなんですよ。うんうんうん、後ででもあのアップでの撮ってのっけますね、ちゃんと横に。そうなんです。めちゃめちゃ使いやすくて、てか種類が多いのがいいよね。ちゃんとラメもあって、そう、10色入り、うん。うん、めちゃめちゃいい。しかもそんなに高くないんだよね。そう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 。うんうん、ぜひなんか多分5種類くらいあるよね。ある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 。ね、なのでおすすめなんですけど、うんうん、このレザーショップは多分一番新しく出たやつで。あ、そうなんだ。あら、なんかテラコッタ系だし、うん、なんか色の名前とかも、ね、キャメルブラウンとか。一個一個可愛いんだよね。そう、可愛くて色の名前がね一個一個変わってるんですよ。そうなんですよ。うん、なんでねちょっと買って、これ大体だからあのちょっと秋っぽいなっていうインスタとかで、うんうん、目元の時はこれとか使ってる時が多いかなと思います。へー、はい、ちょっと欲しくなるな実際使いやすいもん本当にね、うん、使いやすい本当にで、うん、じゃあ、うん、と私が最近めちゃくちゃ好きなベース、うん、めっちゃプチプラなんだけど、うんうんうん、これインテグレートの、インテグレートなの、これすっぴんメーカーシリーズ。インテグレートってそんな今ピンクなんだ。そうのが新しくてすっぴんメーカーリキッドとすっぴんメーカー多分パウダーなのかなと思うんだけど、パウダーもピンクなんですよ。いいね、ま、そう、真っ白でもなく、そうピンクなの。ファンデーションっぽくもなく、そうなんだけど、これがまたねすごいな、馴染んでくれて、ブラー効果っていうかちょっとぼかしてくれるから、フォギーな感じに結構すごい可愛い仕上がるので、これめっちゃ好き。おもちゃみたいな見た目もいいね。そうなの、うん、なんかつけててすごい、なんだろう、負担があんまりない感じなので、うんうん、これはそう、マスクの時とかさあんまりファンデーションとか中にねつけてたくないじゃん。難しいね今だから、そうつけづらくなっちゃったから、軽くてさらにマスクにつかないものっていう条件で見た時に、うん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 、これはめっちゃおすすめなので、うんうんうん、ぜひ使ってください。めっちゃ欲しくなるさやちゃんの見てると欲しくなってくるな。でございます。すごいな。今2個目だから、うん、3つ目、もうこれ超かわいいの。何でね、アナスイのネイル、新しいやつ。なんかで見た、ツイッターかなんかで。そう、新しいネイル見た。超かわいいね。
超可愛い。その色今つけてるやつ、うん、これがあの違うやつなんだけど、例えばこういう今私がつけてるピンクっぽい感じ、そうくすみピンクとかに重ねるとちょっとだけ偏光パープル味が足されるんですよ。いい、めちゃめちゃいい。ブラックとかに足しても絶対可愛いし、赤に足しても可愛いし、うん、オーロラっぽい感じになるね。そう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 、そうなんですよ。しかも入れ物も可愛いし、そうなんですよね。アナスイもさ、パッケージで女心をくすぐってくるよね。そうなんです。飾りたくなるよね、普通に家に。そうなんですよ、だって蓋がバラだよ、たまんないよ本当に。こうなんかアナスイってさ、あの紫と結構黒のイメージがあるじゃない。だからもうこの紫色なんてまさにそれをさ、もうキュッとしちゃったみたいな感じで、かわいいんだよ、本当におすすめです。208番でございます。これ人気商品って言ってたでございます。はい、でね、でね、うん、どうしようかな、123いっぱい持ってきたんだよ。あ、そうなんだ。本当はそうそうそう、ね、どうしようかな。じゃあリップ、うんうんうん、これもあのもう2色買いしたんで、おうおう、見てこの細さ。え、何細さ、これイニスフリーなんだけど。あ、イニスフリーなんだ。めっちゃ細いの。イニスフリーっぽくない。めっちゃ細いんですよ。こんな細いリップあるんだ。そう、なんかのなんかなんて言うんだろう、限定とかじゃなくて。あ、そうかもしれない。なんかヴィンテージシリーズっていう、うんうんうん、なんかそのなんだろう、シーズンで出たやつで、うんうんうん、ピンクはこういう、うん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 、すごいなんか使いやすい。今日のってるのがピンク。優しい感じのピンク。うんうん、いいね。でちょっと赤は、でもこっちもねマイルドな赤で使いやすい。イニスフリーのリップね、取れにくくてすごいよね。さらにね、本当にマスクにね、うん、つきにくい。最強。さっと抜けて、濡れて。最近ね、やっぱね、マスクにつかないの大事だよね。そう、大事、うん、これすごいおすすめです。もしまだ残ってるの見たら即買ってください。うん、買いに行くわ。私が即買いするわ。すごいおすすめ。スルスル濡れるし、落ちないし。ティントじゃないのにティントみたいなんだよね。そうなんだ、ティントじゃないんだね。さあ、そしてじゃあ私の最後ですね、うんうんうん、またリップなんだけど、これアディクションの、きたアディクションザマットリップリキッドの002でございます。002、はい、これがね、またもう一回同じこと言うけど、うん、マスクに本当につかない。もうそれだよね、今ね。そう、これそれ大事だから。これ本当にね、いいよ。これもしかしたらコーに塗ったらそれも取れなくなるかもしれないけど、いや、そのレベルで強いよね。そう、そのレベルで取れなくなるの、これは本当に。さっきの、うん、とイニスフリーのピンクとレッドの間みたいな色、うん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 、が最初マットじゃなくて、最初は普通にリキッドでツヤもあるんだけど、だんだんマットになってきて、定着すると本当に落ちないので、うん、これもおすすめです。アディクション、はい、アディクションの、はい、でした。はい、以上私の秋コスメ5選でございました。いや、めっちゃためになりました。欲しくなりました。いや、ちょっとこの後私説明するの恥ずかしいな。なんかなんで恥ずかしいな。なんで、いや、なんかすごく私プチプラ、めちゃめちゃプチプラ。え、私も大好きだよプチプラ。プチプラばっかりなんですけど、お願いします。で、何からいこうかな。じゃあまずは私アイライン命な人なんですけど、うんうんうん、その中でも最近すごいいいなと思ったのが、このキャンメイクの、クリーミータッチライナー。みんな大好き。これめちゃめちゃいい。もうね、なんか描きやすいんだよね。なんか柔らかいの。柔らかいし折れない。あ、そうかも、うん、折れにくいし、すごいなのに柔らかいっていう、めちゃめちゃこれはねいいです。上のこのキャラメル色みたいなの可愛いよね、うん、そう、テラコッタ系やりたい人とか、うん、そう、オレンジメイクにね挑戦した時とか、これでちょっとアイライン描いてみたりとかしました。で、こっちはね、私は黒で結構アイライン描くことが多いんで、こっちで下地を描いて、その上からリキッド描いたりとか。なるほどね、うんうん、してます。日本使いって時もあるんだね。日本使いしてる。こっちをね、私は目の下のインラインに引いて、で、目の黒目の
下だけこれを塗ってる、うんうん、ですって。ま、魔音目になりたい人はちょっと、ね、ちょっと不思議な使い方してるんだけど、ぜひぜひこれすごく使いやすいです。キャンメイク目指せ魔音目魔音目魔音目という響き。じゃあからの、からのじゃあちょっと安いやつからいくね、うんうん、じゃーん、これ名前あんのかな、なんて読むのか分かんない、100均のアイブロウ。何何、100均、100均のアイブロウ。もうね、私眉毛にこだわりがなさすぎて、あの私前髪ほとんど出てるんで、うんうん、あの眉毛がね存在感、前髪ほとんど出てる、前髪ほとんど、なんて言えばいいんだろう、前髪が出てるから眉毛がほとんど見えない、前髪が出てる、なんで、何で、何で、前髪が透けてるから眉毛がほとんど見えてる、ま、なんて言えばいいんだろう、眉毛がそんなに見えない、あ、前髪があるから眉毛はそんなに見えない、そう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 、だからあのそんなにこだわりがないんですよ。で100均でなんかたまたまなんかどこか行った時に忘れできちゃったのかなって買ったんですよ、うんうん、したら全然これで良かったっていう、でめちゃめちゃ描きやすいし、うん、なんか長持ちするし、うん、これも折れないし、うん、なんか色もちょうど良かった、うん、リピートしてるの、リピートしてる、へずっとこれ、ですって、そう、マオンマユになれるんだって100均で、そう100均、セリアかな、セリアかどうかで売ってます。セリアのコスメいいイメージあるね、確かにね、あでも私これ以外使ったことないかも、あ本当にセリア化粧品いいって言う、なんかビューラーもすごいいいらしい、あそうなんだ、結構ね発色もいいんで、ぜひ気になる方はセリアに、マオン眉に、眉毛超適当だから、ね、じゃあ続いてはですね、はい、でちょっと秋コスメではないんですけど、うんうん、じゃん、おこちらアイプチなんですけど、うん、私実は、うん、今これやってる状態なんだけど、うんうん、右目と左目の二重の大きさが違うんだよね、うん、あ、そうなの、そう、左だけなんかね、なんて言うんだろう、幅が小さい、ほうほうほう、で、右だけ幅が広いから、うんうんうん、それを合わせるためにこれを使ってるんだけど、え、全然わかんない、今ね、使ってるんだけど、こっちやってるんだけど、え、全然わかんない、わかんなくない、わかったことない、そう、うん、これね、本当にすごくて、ルドゥーブルっていうアイプチなんだけど、これ本当にすごくて目立たないしちゃんとくっついてくれるし、で取る時もスルッとちゃんとクレンジングで取れるようになってるんで、これめちゃめちゃいい、ルドゥーブル、失敗しない、失敗しない、ほとんど魔音舞台になれるって、魔音舞台、うん、そう、あの二重をねこう下げる時にこれを、幅をね合わせたい人いるよね絶対ね、でもね、そうだ、もうそ全然違うの、右と左が、そう、本当は全然違くて、それがすごいコンプレックス で写真とか撮った時に、うんうん、右と左で全然やっぱ顔つきが変わっちゃって、それが嫌で、ちょっと思ったことなかったわだからそれがね、そう悩みで、で YouTube かなんかで一重の子がこれを使って二重にしてるのを見て、うん、すごい自然だったから、これは良さそうと思って買ってみたらめちゃめちゃ良かった、これ一重に悩んでる子とか私みたいに二重の幅が違う子とかはぜひ試してみてください、ルドゥーブル、ぜひおすすめです、ルドゥーブル、はい、で、はい、秋コスメに行こうと思うんですけど、はい、こちらです、じゃん、何、これはですね、ローラメルシエのスティックアイシャドウです。うわー、かわいい色。かわいい。こういう感じでね、なんか出てくるやつで、これは限定色らしいんですけど、うん、ほとんどね、見えないかもしれないんだけど。あ、見るよ、見てる、見てる。うん。そうそう、なんかね、優しいピンク色みたいな感じの色で、これがね、これすごい本当よくて、これだけでグラデーションが作れちゃうっていうか、うん、今日は使ってる？使ってる、すごい密着するし朝から夜まで取れないし、すごい使いやすい、うん、これめちゃめちゃおすすめです、ローラメルシエ、いろんな色があるんで30種類くらいあったかな、そんなないか、何番？これはね、どこに書いてあるの？あ、40番、40番、うん、ローラメルシエキャビアスティックアイカラーっていうやつ
です。これめちゃめちゃ書きやすいし柔らかいし使いやすいし長持ちするし、もうめちゃめちゃおすすめ。めっちゃ買いたくなるね、なんかすごい今すごかった。これめちゃめちゃいいです。いろんな色もあるんで、ぜひローラメルシエ行ってみてください。もんちゃんとお揃いのアイシャドウにしたい子は40番だって。40番です、うん、はい、 はい、じゃあ最後いきたいと思います。はい、最後はこちらです。じゃーん、さやちゃんと一緒のアディクションの一緒、名前なんだっけ、ちっちゃいんだよね字が。そう、 字がねめちゃめちゃちっちゃいんだよね。ザ・マット・リップ、あ、ザ・マット・リップ・リキッドなんですよ。買いました。そう、さやちゃんが、うん、なんか前に会った時にこれめちゃめちゃいいよみたいな、絶対取れないよみたいな、ね、マスクしても取れないよみたいな感じで言われて、うん、そうなんだと思って行ってみたんだけど、でも、ね、この色が全然なくて、もうどこも売り切れで、もうないの。なんだって、うん、そうで、この色を2つ買ってみたんだけど、もうねマジで超ピンクなんですよ、こっちが意外と、うん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 、びっくりするほどピンクで、なんかこうやって見るとさ、ただの赤っぽい感じに見えるじゃん。なんかいい感じのくすみやかに見える。見えるじゃん。これをね、こうやっていくうちにね、あ、本当だ。めちゃめちゃピンクなんですよ。本当だ。そう、だからちょっとね弾けちゃうの。弾けちゃうんだ。弾けちゃうの。すごいピンク。すごいピンクだ。本当だ。わかるかな。割とピンク。思ったよりも、そう、全然なんかね印象が変わるんだよね、この入れ物と。でこっちのなんか茶色っぽいオレンジの方が使いやすい。うん、うん、どちらかというとこっちの方がこれかわいい。なんか思った通りのなんかオレンジ柿色みたいな感じ。うん、なんかほんとテラコッタ好きな人とかに超良さそうな茶色っぽい感じになります。これ欲しい。あのオレンジの方欲しい。こっちもね、これはね何番っていうの、一番下のどれ、あ、00、え待って、もうちっちゃすぎんだけどマジでちっちゃい、ほんとこんなちっ、009、009、うん、009です、うん、でもこの色もほとんど売り切れてて、何店舗か回ってやっと見つけた色だった、この茶色で。こっちのピンクが005。005はねマジで弾けちゃう。ね、いいかな、マジで弾けちゃうから注意してください。私002だ、うん、で今試すことができないから、うんうん、店員さんが手でこうやってくれたりするんだけど、そう、でもまあそれでも欲しくて買ってみたけど、こっちは結構大変。落ちないのよ、でも本当に本当に落ちない。そう、落ちない、本当に落ちないの。すごいんだよ。いいのよ、いいのよ。そうだからここからね撮影するわけだけど、まださ、ずっともしかしたらさ、ずっとここ多分ついたままやることになると思う。なんだ、クレンジングないし、あれ2人これなんだと思うかもしれないけど、ちょっとね怖いよね。そう、そっちです、これは。そう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 、はい、でございます。という感じでございます。でございます。はい、ぜひぜひ真似してください。はい、いやコスメのことは結構さ、やっぱりさ、うん、単独でいてもさ聞かれること多いじゃん、うんうん、何使ってますか、ね、とかさ、メイクはね、うん、みんな気になるよね、特に女の子とかはね。そうだと思うので、うん、もしねよかったら参考にしてもらえたら嬉しいです、うんうん、はい、よかったらですねチャンネル登録と高評価よろしくお願いしま す, します。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。アリセスでした。バイバーイ、バイバーイ。